で早速ですがはちみつ兄さんこんにちはありがとうございますありがとうございますよろしくお願いしますはいということでちょっと今日急遽始めちゃったのにはまあ理由というかそんな大した理由はないかもしれないんですけども、えー、シンプルにちょっとこの後本当は夜とか夕方にかけて配信しようってこう思ってたんですけれどもちょっとですね緊 緊急というか、まあ、緊急ってそんななんか悪いことじゃなくて、あの急にちょっといろいろと、いろいろなものが入ってきてしまいまして、ちょっとこのまま行ったら、ね、すごい夜中の配信になっちゃうと思って、とりあえず、できるうちにと思って焦ってつけちゃったっていう、そういう感じなんですけども、すいませんが、よろしくお願いします。 お早い配信でということで全然時間はもうお昼ですからね早くないけどまあ,あの夜に比べたらってことですよね確かにそんな感じですそしてやすくんこんにちはありがとうございますよろしくお願いしますそしてむらさんこんにちは来てくれてありがとうございますよろしくお願いしますはいはちみつ兄さん改めましてよろしくお願いしますということでですねはい あのー、そうなんですよあのなんかもうまずい今日なんか逆算したんですよ私なりに今日一日のことででも明日めっちゃくちゃ早くて明日は史上まれに見る速さかなまあおそらくですけど今のところどうだろうでも絶対そうな気がする まあそんな感じでねすごい早いなーってまあ早いんですよ早いすごい早いユスにしてはですね朝でも6時に起きるんですよってことはまあ12時前にはちょっと寝ないといけないけどなんか寝れるかなってちょっと今ぼんやりと考えてましたね焦りますえー、そしてカニタンさん「ファイトーのありがとうございます」スタンプいちゃ ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございますこんにちは。よろしくお願いします。はい。そして明日も早そうですよねということで、明日早いんです。明日は成田夢牧場さんで、えー、撮影会がありまして、はい。皆さん来てくれる方、よろしくお願いします。まだ団体の幕はちょっと余ってる。 のでえー、もし急急くれるよって方とか迷ってたなって方は、えー、お早めに今のうちに申し込んでいただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思っております。ねなんかあのでもこの撮影会自体がすごい急な告知になってしまってすごい申し訳なかったんですけどもでも、ね、なんかね すごい来てくださる方がいて嬉しいのとあと、まあ、今回いい内容にできたりとか需要 <laughs> 需要がねちゃんとあればあのまた次回ももっとね余裕を持った、えー、なんか告知とかしながら皆さんにお知らせしてお届けできると思うのでぜひぜひよろしくお願いします。 えー、キャンディーのライブのためにダッシュしなければならないので、あと18分までしか見られませんということで、あ、そっか、キャンディーゴーゴーが今日ライブをされているんですね。ぜひぜひ楽しんでください。私今日はちょっとライブがね、イベントとかライブがなくて、こんなに晴れてるのにと思って、すごい寂しいね、気持ちなんですけど、ね、その分ちょっと今日は、 なんかまあ準備とかして頑張りたいと思ってます明日晴れてほしいっていうことでなんかね明日ちょっとわかんないもしかしたらぱらつくかもとか言うけどえ傘買ってった方がいいかなかわいい傘えちょっと待って買おうかな買おうかなとか言っていやなんか全然傘折りたたみ傘とかしかないからまあそれでも全然いいか。 ね、まあそんな感じなんですけどでも私大体なんか例えばすっごい猛烈な雨女とか雨男とかと一緒じゃない限りそんなになんか自分はそんなに降らせない歯だと思うんですけどあとんかうんうんんか。うん 絶対やばい時に限って意外と晴れたりする感じはあるからすごい猛烈ななんだろう雨女雨男がいたらでも負けちゃうかもっていう感じだけど信じてます多分絶対大丈夫です明日なん,かなんやかんや大丈夫です あと18分ではなく18分までしかやられないの間違いですっていうことで。あ、なるほど、そういうことですね。あ、この時間的な、ね、あれが18分までってことですね。確かに、確かにというか、そういうことか。えっと、晴れ女発揮してくださいということで。晴れ女発揮しちゃいますかしちゃいましょうか。ねえ、でも雨降ったら真面目に困るな、普通に。 どう前髪パーマをねそうそうあの結構は梅雨って雨が降る当たり前か梅雨だもん梅雨だから雨降るので私すごいスーパー直毛なのであのやばいと思って当てるんですね前髪パーマを。なんだけどなんかわかんない当て方によると。 とかあと髪質とか髪の量とか長さによると思うんですけどなんかえなんかねこう多分おそらくなんですけどやっぱなんか直毛だからすぐ取れるからって言って強めにかけちゃいがちなのかもしんないですそうするとなんかものすごいグリーンってなるからなんか どううしようかなっってていつも思ってますでも当て,当てられるもんならやっぱ当てといた方が良かったかもしれないもう遅いですけどね今から前髪パーマを当てに行くのは無理だ無理か無理ですよね無理だなちょっとと思ってまあ悩みですこれは直毛ならではの直毛ってことは結構人生の中で割とね だろう悲しくもでもまあ便利な時もあるんですけどそういう感じなんですよえっと「午前中何とか持つかもしれませんね」っていうことでそうですねいやーそれかなんかいやでもコテなんてないからなコテ持ってっても下電源がないのですねえっと 前髪大事ということで、そう、前髪めちゃくちゃやっぱりね、大事です。前髪が決まれば、まあ大体、ね、何でもいけるかって感じだけど、逆だったらね、ちょっとかなり悲しいことなので、悲しいです。えっと、緊急停車しました。えー、急いでるのに勘弁してほしいです。それは大変だ、やすくん。ね、そういう時に限ってって気持ちはでもすごい分かります。 ねえなんでだーってなっちゃうねなっちゃいますねほんとにいやー電子だねなんか何が起こるかわからないから確かにゆとり持って出たいなって思うんですけどもいやーあでもね今ふと思ったんですけどとりあえずね明日で私はサラダボウルダイエット終わり だと思っているんですよ気が向いたらまた月曜日からあ日曜日とか月曜日も続けようとは思うんですけどなんかサラダボールダイエットについてあの皆さんにこのショールームとかでもベラベラとゆっくしゃべってたんですよ。そしたら今日夢の中にもサラダボールが出てきてあの。 まあこれからも続けた方がいいよっていう神のお告げなのか分かんないんですけど、なんかサラダボウルって売ってるんですよ。あの持ち運びができる、えっ、ー、とね、なんて言ったらいいんだろう。調理器具の,あのボウルってあるじゃないですか。あれに蓋がついてるような感じでもういつでもどこでもこうお弁当な感覚で持ち歩けるよみたいな。それかもしくはなんか太めのタンブラーみたいな。 太くて短いタンブラーみたいなやつ何て言うんだろうあの筒状のやつでそこにこうなんか1段目2段目3段目みたいな感じでこう野菜をどんどん乗せていけたりとかするやつがあるんですねで、まあ、確かにそれ昨日ググったんですよであこれがあれば私別いつでもどこでもサラダボール生活をしかもなんだろう節約しながらできるみたいな なんか今週何回かやっぱサラダ専門店に行ってみたんですよね。あのいっぱいのサラダが食べれてサラダだけで一食になるよみたいな感じのところに行っておしゃれだし新鮮だしすごく美味しいんですけどやっぱちょっとコスパをね考えたらやっぱお弁当みたくした方がいいんだめなって思っててそれがめちゃくちゃ夢に出てきたんですよまず。 えっと、明日でサラダ終了ですかってことで、明日で終了一旦ね。でも明日はピザ食べたいんだっけな。で、あの、明後日からまたしたらサラダ生活をする可能性は20%ぐらいあります。あ、聞きまス競馬の神様さんだ。え、こんにちは。ありがとうございます。Twitter とかもありがとうございます。こちらもよろしくお願いします。ごめんなさい。抜けますってことで、今日もファイティンやすくんのキャンディーゴーゴーの 皆さんのライブを楽しんできてください。夢にまで出るとはってことで、そう。夢にまで出てきてで、なんかそういう夢の中で。サラダボールなんかくすんだ。水色みたいなサラダボールのお,お弁当箱みたいなの買ったんですよ。そしてな 誰かなうちのマミーかな誰かあと友達が出てきて3人ぐらい出てきてなんか横断歩道の向こう側にちっちゃなスーパーがあるからそこのスーパーの中で野菜を買うとすごいいいことがあるよって言われてそしたらはって見たら本当に何か小さなスーパーがあったんですよでそこはベトナムの方が経営されてるなんかスーパーで日本の あ日本でポピュラーな、まあ、普通の野菜はたくさん売ってるんですけどベトナムでしかゲットできない野菜もいっぱいあるんだみたいにな,なってて確かに入ったな見たことないサラダあで野菜がいっぱいあったんですよでもわかんないこれは多分実在しない野菜で私の空想の夢の野菜がいっぱいそこには広がってたんですよで香りとかかもなんか なな、んだろうな今まで嗅いだことのない野菜の香りとか,なんか香辛料の香りみたいなやつとか,なんかジンジャーみたいな匂いの野菜とかがいっぱいあってなんかこれ入れたらスパイス見たくなっていいねみたいなって言ってなんか名もなきというか名がわからない野菜をいっぱい買ってあとトマトがすごい新鮮だから絶対トマトを買った方がいいって言われてトマトを買ったんですね。して まあ実際に「ああ明日からじゃ作るわ」って言ったのになんかその明日からじゃなくてその日の夕飯のうちにもそれを食べちゃったんですよあトマトだけそしたらそのトマトがもう最高潮に美味しかったなってとこで目が覚めました <laughs> っていうちょっとなんか分かんないもうサラダ生活にねえなんか持ってかれすぎな私の夢なんですけどもめっちゃ めっっちゃ美味しかったんですよそのトマトマがあれ食べたいまたなんかえー、表現難しいんですけど「明日は牧場でのお食事ですかね?」ってことで「明日そうなんですよね」だってそれしかねそれなばいって感じですねどうなんだろうあでもねなんか私あのハロープロさんのお,お宅なんですけど 今日幕張の方で石田のパンっていうパンが販売されててそれはモーニング娘21の石田あゆみちゃんの,あの,そのコラボメニューなんですけども ABC セットがあってもう売り切れてるはずなんですがなんかその石田のパンを作ってるのが今回成田夢牧場さんなんですよ。でなんか私それ見た時にワンちゃん 今週末土日で販売だったから成田夢牧場でも買えないのかなと思って検索したんですけどそれは買えなくて成田夢牧場ではあのー、その幕張さんの今日のイベント会場でブッパーの横で、えっと、ピザーラさんとそして成田夢牧場さんが作ったラコラボした石田のパンが販売されてて。 まあそれ本当にツイート見てほしいんですけどもう TL とツイートのところがみんな結構その石田のパンっていうもうハッシュタグで溢れてて私でうわーっと思って A が桜あんでとくるみパンで B がくるみパンとあれチョコで二種だっけで C が あ待って違うかもでも C がくるみパンとシナモンロールかなんですよシナモンのパンでなんかすごいどれもあいみんがすっごいこだわったパンなんですよでやっぱなんか今の季節柄か桜あんが一番こうバッて一番最初に売り切れたよみたいなみんなのツイートとか見ててすっごいうらやましくて。 しかもそのくるみパンはあの石田ゆみちゃんはごめんなさい10期のメンバーなんですけど10期はまあ卒業メンバーも含めて4人いてその4人のトレードマーク10期のトレードマークが四つ葉のクローバーなんですよだからくるみパンをって結構四つ葉のクローバーのもともとその形に似てるパンも多いと思うんですけど あの今回はちゃんとその本当に四つ葉だよっていう意味も込めてくるみパンにしてたりとかなんかそういうこだわりが満載だしあとアンジュルムのリーダーの竹内あかりちゃんがその石田のパンっていうあのロゴマークというか何て言うんだろう石田のパンってあの書道で書いたそういう旗とかさそのロゴマークがあったりとかあとパン 2つセットで500円っていう破格なんですけどそこにあやみんのコメントメッセージカードがもうなんかちゃんとついてるからこんな破格なセットあっていいのかっていうさ思って本当に食べたかったし悔しいです今すごいで石田のパンっていうねロゴマークのカードも欲しかったなーって思ってちょっとねそこは悔しいんですけど ね、成田夢牧場さんでもなんか、えー、さりげなく売ってくんないかなあしたって絶対売ってくれないんですけど <laughs> 数に限りがあるのでああ悔しいって思っていました今本当にめっちゃくちゃ食べたかった本当にこれはねちょっと残念っていうことでワイモさんこんにちはありがとうございますこんにちはよろしくお願いします ななんかなでも明日は明日でそのなんかピザとか、まあ、それこそパンももちろんあるしあと牛乳かミルク系とかデニッシュとかいろいろあるらしいからチーズとかもう絶対食べたいなーって思って今言います。ね撮影会が終わればさもう食べていい場合普通に。しかも 撮影会の当日に食べたとしてその後の撮影があったとしてもそんななんか食べて1分とかでさブグブグなるわけじゃないと私は信じてるので人ってものはもう明日以降だと思うからとりあえず今日まではいっかーみたいな <laughs> いっかーって何だって感じだけど思ってますねそう少しでも味わうため朝パン食べましょう ねえ明日パン食べますわそしたらもうてかもうパンだなって思ってるそうあーでもあのいや本当に行きたかったってか食べたかったなうらやましい今日現場にいる方本当にうらやましい入れ替わってほしいですうーん入れ替われない誰もっていうまあ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 、まあ 明日は気にせず食べまくりましょうということで、まあ、あはね、気にせず食べまくりたいなーなんて思っております。その通りです。はい。ということで、やばい、もう28分か、早いですね。なんか、この後、まあ、別なとこでもちょっと、多分配信するんですけど、それももしかしてゲリラになっちゃったら、本当に申し訳ありません。すいません。あの、でも、 またね来てくれたらすごく嬉しいなっていうふうに思っております。はい。でですね、えっと、あ、そうだ、あの、とりあえずさえおしまいに告知すると、明日の撮影会、成田夢牧場さんで開催するんですが、団体枠の方、まだちょっと数枠余ってるそうなので、あの、できる限りやはり、 あのソールドアウトさせたいなと思っておりますなので皆さん是非もし来れるよって方とかカメラが好きだとか牧場が好きだとか私とおしゃべりしてくれる方牧場で一緒に楽しんでくれる方迷ってた方もう何でもね本当にお待ちしておりますので是非ともご予約をしてくれたらお早めによろしくお願いいたします。はい あのツイートとかにあの詳細載っておりますのでチゲットの URL とかも載ってるのでチェックしてくださいそして4月7日にトノエサヤナちゃんとツーマンライブを秋葉原ジェストさんで開催しますはいこちらのライブすごくすごくすごく大事なライブになってきて気にちも迫ってきておりますので、えー、どうかいろんな企画コーナーもあるので絶対に来てくださいもうお願いしますそしてうんと 4月9日に秋葉原パームスさんにて、えっ、ー、と、こちら、ラックやアイドルフェイス主催公演開催します。こちらもすごく大事な主催なので、皆さんには、あの、絶対に来てほしい公演です。どうかどうかよろしくお願いします。はい。あの、詳細本当ツイッターに載せますので、よろしくお願いします。 あと、ちなみに4月3日も開けててもらえたら大変ありがたいです。ちょっと詳細が月曜日に告知になるらしいので、ちょっと待ってほしいんですけど、お昼過ぎぐらい、午後の話です。夜でもなく。はい、よろしくお願いします。な直ちさん、こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。 もう半になってしまったあっという間ですいませんで。とにかく明日もし成田夢牧場さんの撮影会に来られる方で来れるよって方いたら今からでも是非お待ちしておりますどうかよろしくお願いいたします。はいではですね皆さん今日土曜日も楽しくお過ごしください。 それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。